います。その際は目を軽く閉じ、手を膝の上に置き、物音を立てないようにお願いいたします。それでは今しばらくお席にいてお待ちください。水は1本しかないけど大丈夫です大丈夫です何かした方がいい？いや、大丈夫です充電がやばい白ワインかなんか持ってきた方がいい大丈夫です今週健康診断で胃カメラ飲んだんで、あ、そうなんかね、胃が痛いっていうかな、こっからここまでヒリヒリするんですね。あれって苦しくないんですか？いや、めっちゃ苦しいですよ。ほんま全までやってほしいんですけど全まあ無理って言われました絶対無理やもう去年やってるから慣れてるから大丈夫とか言われながらゲホゲホして鼻で呼吸してとか鼻詰まってるし、2分前です。姿勢を正して静かにお待ちください。奈良県相談役吉留和信進行いたします。2月15日水曜日、ただいまより奈良市倫理法人会第1086回経営者モーニングセミナーを始めます。なお本日は講話者として池田雄一奈良県倫理法人会モーニングセミナー委員長並びに寺内剛奈良市倫理法人会幹事のご出席をいただいております。お願いします。お願いします。倫理法人会の歌、夢限りなく斉唱、ご起立ください。
日本を背負い幸福の勝利。今日は最高の一日。今は無二の好機。苦難は幸福の門。運命は自ら招き。境遇は自ら作る。人は鏡。万象は我が師。夫婦は一対の反射鏡。子は親の心を実現する英雄である。肉体は精神の象徴。病気は生活の証信号。明朗は健康の父。愛和は幸福の母。約束を違えれば己の災害を捨て人の福を奪う。働きは最上の喜び。物はこれを生かす人に集まる。売るはすぐにあり。元を忘れず、末を乱さず。希望は心の太陽である。信ずればない、憂えれば崩れる。己を尊き人に施す。人生は神の演劇。その主役は己自身である。万人幸福のしおり輪読第14条97ページをお開きください。重視、希望は心の太陽である。神足太陽。夜が明けたから日が出るのではない。日が出たから夜が明けて天地が明るく、万物が眠りから覚めて生き生きと活動を始めるのである。はい、はい、はい。夜になっても太陽はなくなったのではない。地球はいつも太陽の光の中に包まれ、別の胸に抱かれている。ただその半分だけは静かに休ませて、明日の働きを一段と活発にさせるために黒のベールで包んでいるのである。はい、はい、はい。希望は心の太陽である。都合が良いから希望を持つのではない。一生に二度と出くわすことのできぬ仕事だから希望を持つのである。天から与えられた命、親からいただいた体、世界にたった一つのこの肉体だから、その前途に燃えるような希望を持つのである。はい、はい、はい。一時の苦しみ、しばしの痛み、それはさらに大きく、いよいよ健康に進み高まるためのしばらしの暗がりである。これが去った時、夜明けのような光明の舞台が開ける。雨後のような晴れ晴れしさが巡ってくる。夜になったと言って誰が悲しむものがあるか。休みの時が来たのだ。すでに病状が近づいたのだ。必ず明日が来る。はい、はい。悲観は雲である。
憂いは霧である。爽やかな希望の風で吹き払おう。灯火を明るくしよう。そして高く掲げよう。火を太くしただけ、高く掲げただけ、必ず前途は打ち開ける。はい、はい、希望に、今日に希望を持とう。明日に希望を持とう。前途に揚々たる希望を持とう。仕事に、研究に、また体に、火に、好きに、新たな希望に燃えていこう。はい、はい、うまくいかぬから望みを失うのではない。望みをなくするから崩れていくのである。見かけがよく見えたり悪しく見えたりするのはただ表面の変化であり、一時の気まぐれでかえって面白いことである。それは背に大きく伸びるための一時の鏡であり、高く伸ぶためのふんまりである。はい、はい、常に心の灯火を高く掲げ、希望を強く燃やし、仕事に情熱を込めよう。共に光を分かとう。家の裏の町の希望の源となろう。国の発電所となろう。民族の太陽となろう。はい、はい、太陽の光と熱とが無限であるように、希望はいくら灯しても尽きる日はない。いくら高めても高すぎることはない。あなたの仕事、無常の希望を持ちましょう。あなたの体を無限の希望で包みましょう。あなたの人生は消えずの希望の灯火で燃え立たせましょう。はい、ありがとうございました。太陽の炎、天日の輝き、希望は常に若々しい。希望は永遠の光である。以上で引読を終わります。会長挨拶、寺本恵美子副会長。はい、おはようございます。本日は木村会長、畑山専任幹事、奈良県寺尾県会長と方面会という近畿方面 の倫理法人会の会合に一泊二日で昨日から行っておりますので、今日は私代行でご挨拶させていただきます。ごめんなさい。すごくこうやっぱり木村会長がいなくて本当緊張してます。ここ座っててもやはりこの心地いいこう輪読であったりということで、なんか指先まですごく緊張して、こう経営者に皆さんとね社長さんでいらっしゃるので、そう緊張ってないのかなと思うんですけど、ここへ来るとやはりピリッと指先から足の先までこう緊張が心地いいなって今すごく感じてました。そしてまず最初にこちらに初めてお越しいただきました方、前の方に来ていただきたいと思いますので、西浦さん、北村さん、どうぞ。はい、皆さんおはようございます。おはようございます。私北村と言います。本日、村田さんのご紹介でさせていただきました。初めてなのでちょっとわからないこともありますが、また皆さんのこういった場で、ね、いろんな自身のね目標というかそういうものを設定して、ね、頑張っていければいいなと思ってちょっと本日参加させていただきました。また未熟ではあります。よろしくお願いいたします。富子です。宮沢さん今日はいらっしゃらなくて、ちょっと家の方は遠いから来られないんですけど、宮沢さんという方にご紹介いただきまして、この前金曜日に柏原の方行かせていただきました。それならですので奈良の方に参加させていただきたいなということで、今日小野さんの方にもちょっとご連絡していただきまして、こうして来させていただきました。まだどうぞこれからもよろしくお願いします。ありがとうございます。今日は、はい、池田モーニングセミナー委員長、そして寺内幹事ということでダブルフォーは
ということで、あの富士県という富士研修所というところで2泊3日であの研修を受けに行ってきました。総勢16名で受けてきたお話を今日はしていただけます。このようにあの富士県という研修所があったり、奈良県ではこう3単会があったり、大阪ではこう30単会あったり、本当はあの全国どこへ旅行に行っても三重県に行ってもあのいろんな単会がありますから、あの私林業法人会ってすごいなってあの本当にあの思ってます。あの学びたいと思えば本当毎日毎日あのいろんなところにもあの駆けつけて、あのすごくウェルカムで迎えてくださる、このような会があったり、方面会という会があったりという、こんなに私のためにこんなにたくさん準備してくださってって言ってね、本当にあの私そんな気持ちであのすごくありがたいなというふうに毎日過ごしております。今日もあの一日あの楽しく過ごしていただけたらと思います。以上です。今日は奈良県倫理法人会池田雄一モーニングセミナー委員長、はい、奈良市倫理法人会寺内剛幹事、はい、はい、そこでもまだいいですね。皆さんおはようございます。奈良県倫理法人会でモーニングセミナー委員長拝見しております。そんな感じに大丈夫ですか。で池田雄一です。よろしくお願いします。皆さんおはようございます。奈良市で幹事を拝見しております、寺内剛と申します。今日は一日、よろしくお願いします。それでは池田さん、どんな話からしましょうか。はい、まずその前にね、あの僕ねこれ見てください、あの富士県に参加してる僕は講師池田雄一なんです。名前入ってないの。入ってないでしょ。入ってない。顔が男梅みたいな顔してます。いやいやいや。あのね、あの僕はあの今日ね、今日講話をさせていただくことは2ヶ月前に決まってました。2ヶ月前にあの講話の依頼を受けまして、あのまあ講話されたら分かると思うんですけど、講話依頼書っていうの決まして、ちゃんと書いてるんですよね。で僕、まあまあまあ、こう見えてアドリブが嫌いっていうか、アドリブが苦手なんで、幅が少ないんですよ。めっちゃ台本書いてる。めちゃめちゃ台本書いてて、ここ笑うところ、みんな笑うところですよ。そういうこと書いてるんですけど、1週間前かな、急に LINE が来て、ピロリロリで来て、今日、同時講話しますか。同時講話意味がわからんみたいな。で、まあ、聞いてみたら、いやいや、それって、要はダブルコアでよくありますよね。前半後輩に分かれてダブルコアするっていうのがあるんですけど、尺の中で同時コアっていうことがよく分からなくて、2人登壇するんですかって、そうですと。そうでしょうね。まあまあまあ、今日ちょっと前に。まあ、4デジのことですよね。どうかなと。めっちゃ緊張してますよね。そうだね。下が気になる。大丈夫。はい、これで、あのね、あんまり言わんといて、ソーシャルディスタンスやからね。こっち見とくあ、ここまで来たら徹底的にやってやろうと思って打ち合わせゼロです。LINE より3回やり取りしたかな。LINE より3回やり取りしたんですけど、今日の立ち位置もさっき決まりました。なぜかツッコミやからこっち言いようとわからんねん。ツッコミの人は仕事なんですか。いや、カムでツッコミの人見てると思うねんけど、うん、まあまあそんな感じで、何やろな、まあ富士県に参加してというお話をさせてもらうんですけど、これも多分ね、実習の次かなと思いますね。こういう実践の実習っていうか、講話の実習、お出るかな、お出ない。まあ、まあ、まあ、いいよ、いいよ。うん、いいとこ。例えば、なんていうかな、こういうふうにね、僕、まあ、今回ね、講話させてもらうことは、アスカでは5回、6回かな。アスカで6回。大和で行かさせてもらいまして、奈良市初めてなんです。こんな雰囲気なんですよ、奈良市は。はい。で、そこで、いきなり。こんな雰囲気です。こんな雰囲気です。それで、一週間前に池田雄一君に言いますね。一週間前に池田雄一君は、僕めっちゃリハーサルもするし、で、ちょうど2月3日かな。アスカの公演来てくれるとどれくらいしますかね。はい。あ、まあまあリハーしてますね。一番嬉しかったのは、吉田さんが褒めてくれたこと。で、あれでやられてくれたこと言ってみたら、失敗しませんね、今日は。一人やったら。
ただ、今日はこれダブルピンクですよ。大丈夫大丈夫。漫才師な感じで喋るんで、これね、コンビ名はダブルピンクで、ダブルピンク、ダブルピンクダブルピンク、今決まりました、ダブルピンク、ダブルピンク、うん、どっちかです、はい、バーンって跳ねるか、うざうざか、はい、で、ということはですね、会場の皆さんの責任があるわけですよ。我々が跳ねるのか、うざうざなのか。池田さんもう跳ねてるから、跳ねてるから。で、今ごめんなさい、ちょっと台本確認してるんですよ。台本確認してるね。今日はですね、テーマ、不次元に参加してという名のエンタメをお届けします。これは講話という名のエンタメです。エンタメというのはみんな作り上げていくものなので、たくさん笑ってほしいです。今笑うと笑ってなかった。まずはですね、本題に入る前に自己紹介させていただきます。僕からさせてもらいますね。今笑うとこ違うんです。自己紹介笑うとこじゃないので、西野亮廣エンタメ研究所のオンラインサロンメンバーで、奈良県葛城市在住です。で、清原桑田世代です。で、マラソン。何歳ですか？55歳。55歳、まだまだ伸び盛りです。で、ランニング、水泳、ヨガ、これを今でも現役でやってます。で、ギネスに挑戦ということで、来年ですね、来年の5月19日にホノルルトライアスロンに挑戦します。で、ありがとうございます。で、アスカでね、講話を聞かれた方は、今年の5月21日に挑戦と言ってたんですけど、実はですね、今週、この前の日曜日にね、ランニングには、選手国際マラソンというフルマラソンに走ってきました。で、コロナの中で、約3年ですね、そういうマラソン大会が中止になりまして、ボーニングセミナーが中止になったり、イベントが中止になって、その中でもやっぱり自分なりにトレーニングを続けてきたんですけど、やはり目標に向かってやるトレーニングやるって、どっちか惰性だったかな。で、選手国際マラソンとフルマラソンなんですけどね、これ完走できました。完走できたけど、やっぱり自分との対話かな。自分の中の3年前、5年前か。5年前に撮影を走ったんで、その時のイメージと体の疲労度とかを考えると、やっぱり差がありましたよね。だからここで、運気する時違うと思って、1年延期して、東京オリンピックも1年延期になったんで、最高のパフォーマンスで、5月19日、このトライアスロンに臨ませていただければと思います。仕事はですね、人材派遣会社の営業代理店と他3つの事業をやっています。あと、リリーとの出会いなんですけど、僕ね、めちゃめちゃカムチューバーなんですよ。めちゃめちゃカムチューバーで、はい、僕もです。カムチューバー、そうなん、今、大丈夫ですよ。大丈夫、はい、そうなん、今ちょっと一人で喋ってる感じなんですけど、横にいて、突っ込んでよかったです。鴨頭さん、ご存知の方いらっしゃいますか？どれぐらいしますか？ありがとうございます。で、ちなみに鴨頭さんは僕の一個なんですけどね。あ、それ、いらん情報。鴨頭さん、いらん情報なの。ちなみにいらん情報ついて言うと、鴨頭さんは愛媛県の今治西高校という学校で甲子園に行かれてます。甲子園2回くらい行ってるんじゃん、これ。甲子園2回行ってるんですけど、3年の時はキャプテンやったんですけどね、背番号10番の、キャプテンだという、あんまりいらん情報ですけどね。はい、で、鴨頭さんを通じて、リリー法人が知りまして、今から4年前の2019年8月に、アスカリリー法人が入学させてもらいました。で、その時の状況、今でも覚えてますよね。もうね、西東部さんは、その時会長されてまして、で、僕、西東部さんは同じランニングチームで、ランニングをずっとしてたんです。で、まさかその、事情があって、僕はその時はランニングチーム離れてたんですけど、一緒に走った西東部さんが、林道法人会で会長してると知らなくって、でも、つながったら、西東部さんともつながって、玉平さんともつながって、入って、8月に入って、入った次の週かな、今でいう年度始め式じゃん、年度始め式か。あ、何だったかな、達成記念式典があって、いきなり西東さん、化粧しとったもんね、だから。でもここでね、恋するフォーチュンクッキーをダンスを踊ったことを覚えてます。で、そっからすぐに、なんか役職者研修があって、なんか知らんけど、また年度始め式のことがあって、
ずっと飲み会ばっかりがあって臨時法人があって飲み会するかいかなと思ったんですけどまあまあそんな感じじゃなかったですね。お酒好きですね、まあ、お酒は大好きです、はい、でまあお酒に飲まれるタイプですコロナ禍でも何人か一緒の酒飲んだことがいらっしゃると思うんですけど、僕は寺尾会長が男子会ということでされてますけど、寺尾会長もお酒好きなんですか？好きだった。好きです寺尾会長ですよ。いやお酒が好き、寺尾が好きやったのか。ああ僕はお酒も好きですけど、お酒を飲む人はすごい雰囲気が好きなんですよ。だから雰囲気に飲まれるタイプとお酒にも飲まれるタイプなんですよ。飲まれた映像は後で。はい、後で個別にね。証拠はたくさんやらかしてることがたくさんあるそうで、まあまあそれは個別で、させて、見てみたらいいかなと思います。ではここで寺内さんの自己紹介にさせてもらいます。はいはい、やっと喋れます。はい。奈良市で、飲み食い楽町という、焼き鳥屋を、やらせていただいております、寺内です。倫理法人会との出会いは同じく鴨頭さんの動画で、自分がどうしようもなく困っていた時にその動画を見て、倫理法人会に、入会させていただいて今こんな感じでやらせていただいてます。よろしくお願いします。はい、短いやろ僕短いそんな感じで長いそんなこんなで、本題に入ってください、まあ、どんなこんなかよく分かりませんけど、ね、そんなこんなですよね。で富士県っていうのは僕は4回目です。寺本さんと寺尾会長もずっと4回連続で、その方は3回一緒に行かせてもらったことありますよね。で今回はですね、チャレンジコースということに初めてチャレンジしました。で4年連続4回目4年連続4回 目, 4回目、はい、僕3年連続3回 目, 3回目、はい、うん、で富士県に行ったことがあるってことはどれくらいいらっしゃいますかね。あ結構いらっしゃいますね。で通常コースとチャレンジコースっていうのがありまして、まず何が違うかっていうと、よう見といてね、はい、これも自慢やからね。これね、これね、通常コースの方は紫色のこういうスカーフをしてますで、チャレンジコースはね、こういう赤いスカーフをします。で、富士県今回はですね、講座と実習を合わせて約30回のプログラムがありますありました。でそのうちのこちらのチャレンジコースというのは、5回が愛のあるみそぎという実習があります。で5回目っていうのはこれクライマックスなんですけども最終日ですよ。最終日一番最後の実習で、滝に入ります。そういう立て付けがチャレンジコースと、通常コースの違いですね。今回は1月の27日から3日間総勢133名で17班に分かれて、参加してもらいました。大丈夫、台本通りやね。台本通りで、そのチャレンジコースは、我々男性が10名女性が6名です。そのうちの1人がなんと小林孝子さん、小林孝子さん、角さん分かるよね。奈良市の昔会長されてた小林孝子さんが今京都の中央に移籍をされたんですけども、チャレンジコースに参加されてました。あの人ね、ダライラマみたいですほんまにこういうね、もう当然こうこのまあチャレンジコースのねスカーフされてるんですけどね、これね、これちょっと豆知識なんですけど、これね、富士県に行くと1回目に行きます。まあ、1回目はね、通常コースが行かない、通常コースしか選べないんです。1回目行くと、紫のスカーフをします。で 2回目がスカーフを持っていくとバッジがもらえます。愛というバッジ、愛というバッジをもらえて、次2年目の時は2回目の時かな、超える。で、これね、その愛は愛を超えてそれは本当なのかということで、3回だから4回目かな行くとこの誠というバッジをもらえます。でこれで終わりです。だから小林さんはこのバッジをね10個ぐらいつけたのかな。だからもうこんな感じで、もうここにねバッジがバコバコって出てね、ほんまにダライヤマみたいな感じで、だからいやもうたっかんしてましたね。だからね、でそんな感じで富士店が、スタートするんですが、ちなみにこのバッジはそこで選ばせてもらえるから大丈夫ですよそうなんよ。これ知らなかったどれがいいですかって僕言われたんで、あどれでもいいですよっていう感じで合ってる
ドンキホーテで売ってたんじゃないあのメルカリで買ったんじゃないですかメルカリで売ってません、ね、まずねあの初日ね初日、まあ、先ほどもあの言わせてもらったもう筋剣は全て半単位要は7名から8名半で行動しますで初日、まあ、自己紹介をした後にねまず最初の実習がありますそれは挨拶実習というのが実習がありますちょっとやりますね気をつけレイありがとうございます言うへんの何言うのって言うといけないいや挨拶実習やこれが困る出してないからねいやいやお願いしますの時もありましたやんかそんな入室の時はねはい、はいはい、まず一番初めの挨拶実習これですいきますよ、はい、気をつけレイありがとうございますどっちどうどうおでるおでるいやちょっとなんか遅かったじゃない遅かったで今ねこれねあの言ってみたら挨拶ですよでリミやってる人っていうのはもうずっと朝礼ずっと挨拶やってるから基本的にできるはずなんです、うん、ただでもこれが、まあ、さっきねあの僕が藤木に言っててもこんな感じなんでやはりねコミュニケーションですねうんうん、当然寺脇さんのこと知ってるけどコミュニケーションができてないということで全然できてませんよね人間関係もできてないか分からないあんまりできてないと思う、うん、人間関係も肉体、肉体関係ができてない肉体関係はありませんが人間関係できてないよっていうことはやっぱりねたったこのねこの何でもないじゃないこれが合わないんですよねこれは次の日ね挨拶テストっていうテストがありますでそこでね練習をするんですけどやはりなかなか合わないああ深くなっていてもらってありがとうございます東からねあの吉松会長も来られて行かれてましたんでそこで聞いてくるのがねあのチアアップカード僕通貨じゃないですよチアアップ要はチア応援するカードっていうのが富士県ではありましてどう立て付けたっていうとあの富士県はね後始末の実践で徹底的になります例えば自分が食事をしたりとかお風呂入ったりとか歯を磨いたりとかそういったところを使わせてもらうところに対して感謝を込めてこうあのきれいにするっていう実践をするんですよねただこれがやっぱりねなかなか例えばあの髪の毛が落ちてますよとかあの水しぶきがついてますよとかもうその時にバーン出されるのがチアカードですこれあの5場所もやったら困るんですけどイエローカードじゃないですねうん、イエローカードじゃないです要はこうイエローカード、レッドカードそういう怒られた感じじゃなくってチアアップ、激励のカードもしくは幸せのカードと呼ばれてますなぜ幸せかっていうとカードをもらいますよねカードをもらうとチームのファンのみんなでね実践をするからです、うん、例えばあの富士山に向かってラジオ体操を全力でしたりとかあの夢限りなく全力で歌ったりとか腕立て伏せをしたりとかヒンドゥスクワットをしたりとかそういう実践をねみんなチームの中でやることによってだんだんコミュニケーションが取れてきますよね、うん、これ非常にいいことだと思いますよねで2日目かな2日目の時に挨拶テストというのがありまして今回ねあの多分何回か僕の子が聞かれてる方っていうのは僕いつもねあの一発で合格してたのもないですただあの今回はあのなんと1日目じゃ初回の挨拶テストなんと丸をもらうことができました、うん、ありがとうございますやはりこう過去3回はどっちかっていうとこうあの失礼とか動作とか もうちょっとね突っ込みどころ満載と思うから突っ込みたいなと思うんですけどうずうずしてますよねでやはりこう例えばこう動作とか礼の角度は決まってるんですよ礼の角度は30度と決まってます例えばはっきりこれ29度でも30度どっちでもいい要はこう一体感っていうのかなあのチームとしてのまとまりは班としてのこう一体感要は実践をすることで一体感が生まれます一体感が生まれることによってそれが喜びに変わるんですよね喜びに変わると本当に素直な気持ちになりますやはり僕多分そこもそこのところを目指してるんじゃないかなというふうに感じましたでまあやっぱりその各3回やはりこうずっとこう追試追試で一番最後の最後で笹川さんで1年目の時は本物の一番最後でしたよね全チームが一番最後になりましたけどそこはやっぱりどっちかっていうとこう動作とか失礼とか、うん、そういったところに動画撮ったりとかしましたけどもそこばっかり注意してたんじゃないかなと思いますで今回はそういう一体感を持っていこうということがパーンって揃ったんで、初日で合格をもらうことができましたどうぞみたいな感じでどうぞって今どう思いますこれねえ、まあ、もうよく喋ってるけど
2年目にご一緒させていただいたんですけども、2年目も一番ドンケツでしたけどね。そう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 、やっぱりどこでもいてるじゃないですか、その生きてる子一人で。そ、生きてる子なんですよ。生きてる子で、生きてるから合わなくて、ずっとこう合わない合わないっていうのを僕はスッと合格するタイプなんでね、上からこう動画で撮ってて、でそのみんなが最後に「わあおめでとう」ってやってる自分に寄ってる池田さんがしっかり映ってたみたいな。動画にはいどうぞ。はい、まあそんなこんなで、初日ね、初日は初日2日目か、2日目のお昼にテストがあって丸をもらっていい感じで富士検査させてもらったんですけど、その挨拶テストを丸をもらった後にね、課題を見つめると自主があります。それはね、やはり、なるほど、課題ですね。自分の課題、例えば、家庭とか仕事とか、その課題を班のみんなの場合発表するんです。大概みんなそんな感じですよね。で、僕まあ、実践して一体感を感じて喜びになって、素直な気持ち、順序の気持ちになったんで、そこで僕の課題、体がしんどいです。今の課題ですよ。ええですよね。というのは、ちょっと2日目のお昼ぐらいかな、1日目のアイドル味噌汁の実習がありました。1日目のアイドル味噌汁の実習というのは、あの時、10年に一度の寒波が来た時なんで、めっちゃ雪ですね。めちゃめちゃ雪で、夜9時ぐらいだったかな。気温はマイナス7度ですよ。マイナス7度で、中庭にね、このバケツに水が入ってるんです。しかもそこに氷が入ってるから、そこに手をつけます。その2日目ちゃいますか、それ。1日目ですね。1日目手はね。滝洗いに行ったもん。2日目。あれ2日目で言うから。で、その時に僕ね、なんていうかな、16人の中でね、まあまあ運動もやってるし、できると思ったけど、全くダメ。要は雪の上は歩けませんでしたね。雪の上が歩けず、こう、バーッとつけるけど、うーみたいな感じで、ダメでした。で、2日目、さっき、テラス言ってくれたけど、2日目の朝6時かな。朝6時に、これまだ雪ですよ。気温はマイナス7とか10度ぐらいかな。そこに、わざわざ裸足で、滝のところまで行って、滝を掃除するんです。で、もうこう、入った瞬間に、ダチョウクラブかって思うぐらい、バーッと入って、こう、なんかもう、はい、その時覚えてるやろ、感じでしょ。いや、もう体操ですよ。いやいや、もう。その1日目の氷、まあ、確かにね、氷はね、4センチぐらい張ってたと思うんですよ。で、それを岩でしかこう、石でしか割れないぐらいの氷やって、で、それをこう 水浴びって言ったらおかしいですけど、鳴らすためにこう、遠くからこう、体浴びせていくんですよ。で、それやってる時にもう、ほんま、顔がね、こんななってるんですよ。もう無理みたいな感じでね。それ今日言うとあかんけど、ほんまにもう男梅がちっくなったみたいな顔をしてるわけですよ。大変な顔で、もう無理やみたいな、助けてくれみたいな顔してるから。でも女性の人はやっぱり強いんですよね。女性の人はもう小林さんは平然とやるんですよ。男子はもう寒いみたいな、僕なんかめっちゃ痩せ我慢しながら、サブイボンめっちゃ出ながらやってましたけど、この人はもう無理みたいな感じになってて、で最後あれ全部体に水浴びして、最後かぶりたい人はかぶってくださいねやったんですけど、かぶったんですか。かぶれへんぞ。かぶるわけない。で、女性の方みんなかぶってはったからね。いや、女性は強いな。女性の方全員、要はもう水氷張るぐらいの温度やから、ゼロ度ですよ。それやってたけど、俺無理みたいな感じで、もう こんな感じでね、逃げてはりましたね。生まれたての小時間で。いや、本当にね、体がしんどくて、なんていうか、心の叫びですよね。本当は、当然僕もね、家庭とか仕事の悩みとかあるんです、課題はありますけども、本当の課題は、その時は素直に体がしんどかった。実際ね、血圧を測って155ありましたからね。僕普段120ぐらいなんですよ。そんだけこうなんていうか、もう体に無理してたんでしょうね。で、そこでみんなこうね、ここはハンドみんなでしたら、みんな体がガッと前のめりになりましたよ。こうやって何言うんやみたいな感じで。みんな思ってないことを言ったということは、当然富士県の人もね、これただことじゃないことが起きたなみたいな。で、僕自身も裸で思いましたね。これ、味噌ぎは舐めてったらあかんなみたいな。死んだ、いや、マジで思いましたよ。
死ぬかなと思って行き次第のバスから一言も喋られてないほんまに喋れへんかったほんまにずっと喋ってる人間がもう全く喋らんと目うつろでずっとあのバスの窓をずっと見てやったからねっていうか僕ここでね高圧が決まってるから一択しかないんですよ味噌ぎに入って成功するしかないんですよねでここで味噌ぎってあのできませんでしたら、ね、ここは聞きたいみんなこれハッピーエンド終わるから怖いになるけどそこで例えば死んだりとかしたら怖いになれへんもんなそのプレッシャーもあっただからそのプレッシャーもあって体の爪しんどいことがあってやはり心の中でグーッときたものをやっぱりその素直な気持ちでみんなの前でこう吐露しました吐きましたほんだら、なるほどみたいな僕11番やったんですけど11番なんか一大事が起きたみたいないけないうちを何とかしなければみたいな感じで僕本当にもうここまで来たらもうあの助けてくださいいましたねもうみんなの力を貸してほしいともうこう自分だけでこうなんていうかなサムシングレイとか降りてくるとしたらみんなのパワーを感じて滝をやりたいですっていうことをお願いしたらもうブオーッ今なんか言うたサムシンググレイグレイと要はもう常識みたいな何か神が降りてくるみたいな感じじゃないとできへんと思いましたねそれ多分使い方違うないやでもそんな感じでノリ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 そんなノリで11班のあの部屋で多分 D 棟やと思う D 棟 の部屋がグオーッ以上の盛り上げですよねでそれが終わってやっぱりホッとしたんかなホッとしてその後自称生活という講座がありますこれは行かれた方が分かると思うんですけど、うん、中庭の先象徴庭園というところがありましてそこのところで菩提樹に向かってこうぐーっと瞑想しますよねで過去3回僕通常コースで行ったんで通常コースの時の僕はそこがメインなんですよなんでかっていうと空気を感じましょうということで裸そこで裸になるんですよ裸になって本当に自然の中でぼーっと瞑想するのが僕の中の今までのメインテーマでした。が今回はメインが最終日なんで、まあアスリートの感覚わかりましたね。ここは無理するとこ違うと。で、寺本さんね、僕みんな行かれた方ほとんどの方が、裸足で歩いています。雪道を裸足で歩いて痛いとか言うて歩いていくんですけど、僕サンダル履きましたもんね。で、寺本さんもサンダル履いてたけど。133人いって俺は寺尾大丈夫ね僕は履いてないっていうか滝やってる人誰も履いてないいや履いてないいやっていうかねあの赤い誰も履いてないこれね結構目立つんですよ要はイメージしてください130人が、120人がやってる中で赤16人なんですよねまあ1割ぐらいですよでまあ選ばれし勇者ですよねやのに何サンダル履いてるしかも上にフリーズ着てるしまあほんまにねただそこはやはり男気出すとこじゃないっていうことが功を制したんですよね徐々に体調を回復してきてその後、夜恩の素源っていう講座がありました恩の素源っていう講座の中でね苦難との向き合い方っていうのを教えてもらいましたでそこでこうちょっとやりますねこれ寺内さんが苦難押してどうする普通に押してあの時もやってよえ、あの時みたいに握り方だけありませんあのね、押し押しで、いや、苦難ですね苦難を僕を受け止める側ですで、こうやってこう抵抗しますよねこうすると、なんていうかなもっと押して、もっと押してもっと真剣押してこんな感じでも、この苦難を受け入れて愛おしく思って押して愛おしいな、優しく愛おしい、愛おしいこの今これ欲しいんですよということですよね実は僕これね寺岡ちょっと2人ペアでやらせてもらったんですけど本当にね苦難をこう受け止めて愛おしいと思うでその愛おしく思って優しく背中を撫でるとコロンとコロンあコロンだと思いましたねいや僕の中では水が苦難だと思ってましたなので苦難水に対してガーッと抵抗するから手をつけたりとか指があるこうなってたりとかしたんでこれはなんていうかなうん、苦難は受け止め方が変わりましたここで僕のねギアが変わりましたギアが変わってみそぎがスポーツになった瞬間ですでその後さっき寺さんが言ってくれたように夜9時ぐらいかな夜9時ですよ夜9時にほんまにねおけじゃないなんていうのバケツに入ってバケツにほんま氷張ってるバケツに氷がバーッと張っててそれをね富士山の溶岩で割るんですよ多分寝たかなと思うから病が回ってそれをね水をぐーっとこうまあ上からかぶってませんけども体にぐーっとやるんですよねそしたらねそれ愛おしいっていうか、うん、その水がねなんか苦難ですね苦難を受け止めた瞬間でもありますね愛おしく感じてよーしと思って、うん、
いい感じで、あのちょっと時系列ちゃうけど大丈夫、うん、で次の日の朝かな、次の日の朝はね、命の瞑想という講座、実習かな、命の瞑想という実習から始まります。これどういう立て付けかというと、富士県にはね、瞑想するためだけの部屋っていうのがあります。聖堂、清い踊るところです。そこのところでぐーっと瞑想しますね。自分 の、 あの心臓の鼓動、心臓の鼓動と呼吸を感じます。っていうか、感じるための瞑想なんですよね。こうやはりこう、なんていうかな、あのご自身もそうだと思うんですけど、勝手にね、あの心臓が鳴ったりとか、勝手に呼吸してると思って、僕にまだもそうは思ってるんですけど、やはり生かされてるなっていうか、本当にこう、生きてることのありがたさを感じましたね。うん、で、まあいい感じで最終日がさあできて、で朝食の時に、あのなんとじゃじゃーん、これ前の人かかるかな、あの富士県セミナーの11班よりということでチャレンジコースファイトということで、ね、寄せ書きをみんな書いてくれたんですよね。これめちゃめちゃ嬉しいですよね。やはりこう、僕一人の挑戦っていうのがここでもう11班全員の挑戦に変わった瞬間でもありました。ただこれで切れに行くわけじゃなくって、またそこで苦難が訪れるんです。というのは朝食の後にね、挨拶テストの追試がありました。その時に僕前の人に合格してるんでね、ここはもう綺麗に流して応援、みんなのために応援しようっていうことで臨んだんですが、集合時間にね揃わない、要は集合の時に班が揃ってないということで罰ですね。前の日の丸を取り消しをされました。こんなことあるのかと思いましたけど、ただそこでね、やはりこうチームの一体感ができてるんで、もうよし2回目、要は2回目丸をもらうチャンスができたと思った感じでエンジン組みましたね。こういざあーって感じでやったら、なんほどなく合格をもらいました。うん、やっぱり一体感ですね。で最後の最後、やっぱり奈良県の人は持ってると思うんですけども、大和まほろば今日は来ていらっしゃらないかな、梶本さんのところの梶本さんのところの班が一番最後の最後の本当の最後、音楽多分終わってたんちゃうかなと。中島みゆきの音楽流れたら、これはもうパチンコ屋でホタルネガと一緒なんですけど風の中のなんとかって流れたら終わりなんです。それ終わってたと思うけども、最後の最後でマーって瞬間どんな感じやった、寺本さん、みんな抱き合って、抱き合ってほんまに大人がね、高く挨拶説なんですけど、うわーって感じで盛り上がって、富士県のホールがね、大阪城ホールに出ましたね。ファイトハウス会場みたいな感じで、うん、そうなりました。で、ここまで来たらね、あとはね、舞台を整えました。もう最後の最後の実習、試合会場は朝影の滝です、うん、僕の滝は試合会場だからね、コンディションは、気温マイナス1度から、で水温は7度です。で、この水温についてご説明させてもらうと、サウナに入ります。サウナに入って水風呂ってありますよね。水風呂の温度大体どれぐらいか分かりますかね。マイカさん分かる、サウナの水風呂12、3度、17度、うん、大体17度があったんですけど、なぜかというと17度から下にの水っていうのは入ると痛いんです。うん、まあそんな感じで、ここでね、なんていうかな、ここはもう突っ込んでほしいですけども、富士県いい立て付けですよ。こう一旦ね、全員130人がね行動に集まるんです。行動に集まって、全員座ってるんですよ。で、行動に集まってる人っていうのは今から違う実習をするんですけど、じゃあここでチャレンジコースの方は今から滝に入りますっていう感じで、うおーってみんな大声を送ってくれるんですよね。で、僕4回目で、富士県インクで4回目だから知ってるんです。で、向かって右、上手の一番上から出ていくんですよ。だから僕はあえて絞ってる一番こっちにおりました。で、一番最後の最後に出ていってやりました。みんなの大声浴びて、もうこっすいことするでしょ。自分見てほしいから。そうで、そこはやっぱりエンタメなんでね、で一番先に出ていったよ、もう。そうやね、僕はみんなの手振ってくれるんですよ。だってみんなの目線はもう早よ出ていけやったもん。あ、そんなこと。で、バーンっていきますね。試合会場に着きました。で、バッとこう
裸、裸ですよ。つけてるものはふんどし一丁。全員ふんどしですよね。なかなかシュールですよ。こんな光景見たことある？みんな。ないよ、日常生活じゃないです。なので、その、ふんどしに着替える部屋に行くんですよ。雪の中を歩いて。まあ、そこは草履履いていけるんですけど、そのふんどしに着替える部屋でもう池田さんね、もう寒いわ寒いわもう怖いわ怖いわずっと言うてるんで、もう大丈夫大丈夫って、お前が大丈夫かみたいな感じやったんですけど、誰も他の人誰もその男の人喋らへんのに、一人ベラ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 喋ってねやってるんですよ。ほんま大丈夫？大丈夫。ただね、あの苦難、僕にとってあの滝水苦難ではないので、まあ、1日目の時にこうやってやってた水も、受け入れて入りますよね。でまずこう正座をします。正座をして腰まで使うんですよ。腰まで使って正座します。ちょっと待って、もう滝入ってんの？そう、滝入る前に何かやったやん。それはもうウォーミングアップみたいなね。そのウォーミングアップするときにこう、まあ、男子だけでね、男子と女子は別で滝入るんですよ。で男子が女子が先入るんで、女子が入ってる間男子はウォーミングアップみたいな感じでちょっと体を温めましょうみたいな、ボタン台の周りでやるんですよ。こうやるんですよ。でその時にちょっと運動とかして体温めてる時にこうお互いの背中を叩き合ってちょっと熱を出しましょうみたいな感じで、うん、僕と池田さんが前と後ろやったんですよね。で最初に僕が叩かれる側やったんですよ。バーってやられるんですよ。この人いつもいじめられてるからバチ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 ってもう背中めっちゃ痛かったんですよ。でもアホやから次自分がバーってやられてるからアホやから、いやこうっと分かってるみたいな、次こうやで、ね、みたいな感じでほらアホやろみたいな、裸ですよ裸、ほらもうこんなになってるんですよ、こんなになってるからもうやめて、おもろすぎるわアホすぎるやろ。それが終わってから滝行くんで、滝行く時ももう大丈夫かなみたいな感じで、で塩でお清めするんでね、塩ひとつまみ持ってこうお清めすんのに、これ塩何すんの何すんの何すんのずっと言うてるんですよ。何すんの何すんの、全然話聞けやんと何すんのじゃないの、これ清めんねん言うたら、え、どうやって清めんのって、いや見たわかるやんこれ残ったらどうすんのとか、もう頭からかぶってるまだまだまだっていう感じで滝へ入っていくで、ぐーっと掃除します。いや、こんなんちゃいますよ、何言うてんねん、お前全然ちゃうやねん、池田さん入った瞬間、もうパリーってなって、最初、滝のところで、ちょっとここの辺までね、こう、正座して、滝壺に入るんですよ。滝壺に入った時に、もう、俺あかんみたいな顔、声も出ない、もう何にも出ないで、もう、はよしてくれみたいな感じでくんがなってるんですよ。もうまさにこの顔がもっとこうなってる感じで、はいどうぞ集中じゃねえよ集中集中しますね。よしとって言った時にここでやっぱり緊張とかもですね、あの荒木さん、フジケンの部長されてる荒木さんが最後って言った時にまずやることはないと思います。吉田さん、分かる？返事。いや、もう早言ういいや隣の人に水かけましょうって言うお互いこうやってかけてね、お互いを水からのバーってかけて、そっから滝に入ります。室内やります、1回目はこれ滝2回入るんですよ。滝2回入ります。1回目、あの所作、まず右肩、左肩、背中、頭。一回目は無心ですね、よし、クリア、あと一回。で、二回目所作は一緒です。こう、滝に入りますね。これはね、二回目はね、誰かのために入ります。やっぱり人間、やっぱり自分のためにっていうパワーよりも、誰かのためにやるっていうパワーの方が、やっぱり踏ん張れるっていうか、そういうことです。で、僕は、両親、父親と母親のことを思って滝に入ります。入ってますね。で、ここに頭に両親の顔が思い浮かべて、
そのタイミングストーンと落ちた時にその誰かのために、両親のために今の気持ちを伝えましょうということで、ありがとうございます、これは言えました、うん、やはりこう普段ね一緒に生活しててありがとうございますって両親言うことはないですけど、やっぱりその環境っていうか誰かのために思うって本当に心から言えたありがとうございますだったと思います。で2回滝に入るという、試合はまだ終わりません。やはりねここはチームいってるんでね、10人で今回のチャレンジチーム男性は10名だったので、ここの全員がね終わるまで待っとくんです。待っとくっていうか、これまで使って待っとくんですよね。そこでやっぱりね寺脇さんも震えとったけど、人間こんなに体が震えるのかっていうぐらいカタ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 、多分笹川さん分かりますよね、待ってる時がね一番しんどい、もう待ってもなんていうか、これ身の危険を感じるぐらい体が震えるんです。こんな人間震えるかなと思う。そこでさっきのねこれが出てくるんですよ。自然発生的に誰からとなくみんなボーッと体をボーッと擦ったりとかして、よしもうちょいもうちょい頑張れ頑張れ頑張れみたいな感じで、本当にこうチームチャレンジコース男性版が一体感になりましたね。一体感になった。でなんとかこう滝を上がるところは、ところまでできました。ただやはり人間その気が緩むっていうか、ほんでバッとこう滝出た瞬間僕こうなんていうかよろけるっていうか、今は緊張してたんでしょうね、歩けませんでしたね。で藤木の中村さんというスタッフの方がいらっしゃるんですけど、中村さんとこう手をつないで、中村さん寄り添うようにこう歩いていってもうなんか捕まった宇宙人みたいになってますよ。そう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 、こう本気もそうですね。歩かれんくて、ほんまに歩かれんくて、まあ歩かれんくて、その後はやはりこう一緒にお風呂入ってないか、裸の付き合い、裸の次ですよね、やはり同じ滝に入って、それまでね、その滝から出るじゃないですか、ほんなら体がーって震えてる中で次着替えるわけですよ、うん、着替えられないんですよね。で着替えられへんからもうなんかこの人 こんななってるよ、いやほんまに力入りますね、もうそんななるみたいな、いや確かになるよ、なるけどそれわざとやろうみたいな、ほんまね、わざとではない、わざとほんまに体が反応したことです。まあ、もう素直な気持ちやね、なんかプールから出てきて唇真っ青になってるみたいな感じになってたもんね。で我々の試合、これはね最終章は仲間バーッ大声で送り出してくれた仲間がちょっとお昼ぐらいだったかな、食堂で待ってるんですよね。そこにねやったぞーって帰ってくるのがアルマゲドンですね、これ。生きてるだけだぞって感じで、もう大声援を迎えてくれましたね。あの時の笑顔忘れませんね。自分も笑顔になったし、もう本当に130人、今スタッフ見てて150人の人はみんな笑ってるんですよね。そういう笑顔を見て、これこそ人の喜び、我が喜びかな。人が笑ってる姿を見て自分の喜び感じました。やっぱ本当に生きて帰ってきてよかったなーっていうふうに思いました。ただその時も僕こすいからね、一番最後に来ましたよ。一番最後に、一番目立とうと思ってんねんけど、みんな、ご飯食べるのを待ってくれてるわけですよ。ご飯食べたいのに、この人だけ一番最後に来るから、もう早せえよみたいな感じで思われてましたけど。まあただその時にね、食べたカレーの味は一生忘れないですね。やはりこう、死ぬ時があったら最後に食べたいのは藤木のカレーかなと思います。まあ今日ね、お話しさせてもらった中でね、一つ決意表明して終わりたいと思います。来年藤木があります。で、僕はこっち、紫色で行くのか赤で行くのかどっちか分かりませんけど、今の振りで、素直な気持ちです、素直な気持ちなんでどっちか行くか分かりませんが、来年も必ず富士県に行くということを決意表明させてもらいます。これで講話を終わらせていただきます。ご清聴いただきありがとうございました。こんな感じでよかったですか。ありがとうございます。連絡事項、新吉文江事務長。はい。連絡事項を申し上げます。2月22日水曜日朝6時から奈良ロイヤルホテルにてモーニングセミナーを開催いたします。次週の講話は託す勇気、託される覚悟と題しまして、一般社団法人倫理研究所法人局梶谷幸弘顧問のご講話を頂戴いたします。奈良県の他団体でのモーニングセミナーをご案内いたします。毎週月曜日は大和まほろば倫理法人会が田原本町商工会館で
また来週金曜日には飛鳥倫理法人会が橿原大久ホテルで開催されております。奈良県では素晴らしい学びが週3回も開催されています。ぜひご参加ください。机の上のチラシをご覧ください。2月21日火曜日には奈良県民事法人会によります基礎講座が19時よりございます。会場の方が奈良町センターに変更となりましたのでよろしくお願いいたします。倫理法人会活動での禁止事項についてお伝えいたします。モーニングセミナーなどの倫理法人会活動は純粋倫理を学ぶ場です。従いまして次の行為は禁止事項となっております。皆様のご理解ご協力をお願いいたします。本日の出席者は32社32名、地団会21社21名、多くのご参加ありがとうございました。本日の楽しい講師、池田雄一氏、寺内剛氏に感謝を込めてありがとうカードをご記入ください。そしてこちらの感謝カードはまとめてお渡ししますので受付で回収させていただきます。よろしくお願いいたします。モーニングセミナー終了後すぐに写真撮影シェア会がございますのでお時間のある方は残っていってください。それでは皆様次週もこの会場でお会いいたしましょう。誓いの言葉、加藤勝副政任幹事、はい、ご起立ください。ただいまより実践の決意を誓いましょう。今日一日、穏やかに安らかに喜んで進んで働きます。ご着席ください。以上をもちまして奈良市倫理法人会第1086回経営者モーニングセミナーを終わります。ありがとうございました。ありがとうございました。しばらくお待ちください。